こんにちは、赤山修です。2023年3月3日発売のですね、新製品ニッコール Z26mmF2.8 です。これですね、待望のですね、パンケーキ、この薄さ見てください。これですね、 23.5mm でですね、ね、重さは約 125g と軽量になってます。しかしね、これね、このリアマウントですね、これがですね、なんと金属なんですよ。で、これですね、先行して発売されてましたですね、 28mm の 2.8 ね、ニッコール Z28mmF2.8 はですね、この裏がですね、この裏のリアのマウント、レンズのリアのマウント側がですね、プラスチック製だったんですね。まあ、もちろんプラスチック製でもですね、強度に関しては全く問題がない。何度も取り付けをね、取り付け外しをしていても、もう強度的には全く問題がない。で、しかしこの気持ちとしてですね、金属マウントがいいなーだなんてね、思ってニコンさんに要望を出してたんですが、ね、それがなんと今回はね、実現しまして、ね、この金属製のマウントになっています。やっぱこれね、やっぱ金属製っていうだけでね、マニア心をくすぐるっていうのはね、私そう思うんで、皆さんいかがでしょうかね。で、それこれね、あとね、このフォーカスリング、ね、このね、粘りがですね、なんかこうグリスがね、しっかりとね、入っているようなマニュアルフォーカスのレンズをね、彷彿させるね、とてもいい回し心地なんですね。うん。ただこの Z のレンズは、この 28mm の 2.8 もね、これなかなかね、のこのトルクというかですね、中のですね、光学系とは連動していないんですが、この回し心地がですね、すごくいい、そのようなね、仕上がりっていうのがね、ニコンさんのね、本当製品のね、良いところなんですね。で、これをですね、じゃあ早速 ZFC につけてみましょうか。はい、 ZFC につけるとこんな感じですね。はい、この薄さ見てください。うーん、かっこいいですね。はあ、なかなかのね、いいデザインですね。これですね、ロードマップでシルエットとしてね、もうずいぶん前から出てたんですが、もうこのね、薄さ、これは 23.5mm だそうでして、で、このですね、薄さ、これがですね、魅力のレンズですね。それと先ほどですね、マウントがですね、金属でできてるよっていうふうにね、ご案内しましたが、このですね、レンズの鏡頭自体もですね、すごく金属なのかどうかちょっとね、触った感じが、うん、プラスチックなのかな。でもね、すごくこの表面の仕上げも高級感がですねあって、すごい好感が持てますね。それでですね、この専用のですね、レンズフードが付属しておりまして、これですね、レンズフードバイオネット式でですね、 HB111 というね、レンズフードなんですが、で、これ特に取り付け指標はございませんで、で、こう軽くですね、回してて、はまり込むところでですね、はめ込んで、それで右に回します。で、ここですね、いいかなと思って、ちょっとほら、少しニッコールの文字がですね、水平になってないじゃないですか。で、ここからですね、少しですね、ね、力を加えて、はい、このクリックの音がしたらですね、止まりますね。そしたらしっかりと止まってですね、簡単に外れないのでね、この薄型のレンズを取り付けたまんま、ガイドスナップなどですね、もう楽しくですね、撮影してですね、いけると。で、このですね、レンズフード分厚いんですけどね、これなぜかというと、これですね、はい、
このレンズの先端がですね、近接撮影になるとこんだけ飛び出すんですね。はい、はい、出てきましたね。はい、でこの飛び出す分をですね、このレンズフードの厚みでもってですね、ね、保護すると、そういうね仕組みですね。でそしてね、このレンズに付属しているですね、かぶせ式キャップ、かぶせ式レンズキャップで、これを取り付けて、ね、はい、これはもうかぶせるだけですよ。もうどこからでもこうはまりますね。で結構適度なですね摩擦があって、これ簡単に外れませんね。ですからこのですね、かぶせ式のレンズキャップ、あとレンズフード HB111 がですね、付属しております。でそしてフルサイズの Z につければ当然ワイドレンズのですね 26mm として使いますのでね。で 26mm はiPhone などにですね採用されている、そもそもの、広角レンズね、もうですから iPhone でおなじみの画角で撮影ができる、そのようなですね魅力をですね持ち合わせたレンズです。ですからフルサイズに使って広角で遊んでもよろしい、で ZFC などの APS-C のイメージセンサーのカメラにつけて、準標準レンズとしてですね楽しめる、そのようなですね面白いですねレンズとなっておりますね。でこのですねパンケーキ待望だったのはですね、実はかつてですね F マウントのレンズの時代にね、 AI ニコール45mmF2.8P というレンズがありましてね、でこれがですねこのね薄いパンケーキ型だったんですね。ですからねこのようなね薄いレンズ、もうこれあくまでもねボディのね F マウントのこのフランジバックはちょっと置いといて、このレンズの鏡頭の部分の薄さね、これによってそのパンケーキなんだなっていうことでですね、当時からですね私たちの、ニコンファンの間ではですね結構人気があったですねレンズなんですね。それが今回このですね 26mmF2.8 の登場によってですね新しい時代を切り開いていくパンケーキレンズね、それがニコール Z26mmF2.8 ですね。いやーこれね眺めててもねすごくね気持ちいいというかね、うん、こう触っていてね心地よいというかね、そんなレンズです。さあ皆さんね、ニコール Z26mmF2.8 をねコレクションの一部ね新しい一本にですね加えてみませんか。私もねこれね欲しいなってね思うレンズですね。はい、それじゃあまた皆さんよろしくお願いいたします。